はい、皆さんこんばんは、ドローンおやじです。今回はですね、ドローンのプログラミングについて再度取り上げていきたいと思います。かなり前にですね、ドローンブロックスというアプリによってテロを動かすというですね、映像を配信しておりましたけども、先日私の方が行いました小学生向けのですね、ドローン体験会で、ドローンをやはりプログラミングで動かしてみたいというですね、要望が結構多かったのでですね、で改めてこちらのドローンのプログラミングというところをやっていきたいなというふうに思いました。ですので、ドローンのプログラミング講座ということで、小学生に結構人気のですね、スクラッチ、こちらを使ってテロを動かすというところをですね、ご紹介していこうと思います。テロなんですけども、まあ、今ですね、テロ EDU とか、まあ、いろいろ派生版が出てますけども、通常のテロでもですね、このプログラミングで動かすことができます。ですので、まあ、通常版のテロを購入いただければ、このですね、プログラミングでドローンを動かすというですね、体験ができますので、もしお子さんをお持ちの方とか、まあ、テロをご購入いただければよろしいかなというふうに思います。はい。でですね、現在このスクラッチでテロを動かす方法なんですけども、以前はですね、いろいろ少し面倒な手順を踏まないとですね、このテロを動かすことができなかったんですけども、GitHub の方でですね、こちらのテロを動かすですね、ソフトが丸々搭載されたスクラッチですね、が配布されておりますので、そちらの方をダウンロードしてインストールされる方が早いかなというふうに思います。ですので、そちらの手順をまずはご紹介して、それからスクラッチでの操縦方法ですね、そちらの方をご紹介していこうと思います。はい、それではですね、早速こちらのスクラッチ3に対応したテロの制御用のアプリですね、こちらの方をインストールする方法をご紹介していこうと思います。まずですね、概要欄の方に書かれております URL の方にアクセスしていただきたいと思います。でアクセスしていただけるとですね、こういったサイトにたどり着くと思います。でここでですね、スクラッチ3テロというふうに書いてあるのを確認していただいて、でこのバージョン 1.2.0 こちらが最新バージョンとなっておりますので、こちらの最新バージョンをダウンロードしていただければというふうに思います。で Mac 環境の方は MacOS ですね、それから Windows 環境の方は Windows ZIP、 こちらの方をそれぞれダウンロードして回答をしてください。で回答していただくと、このようなですね、Scratch 3 Tero .app というですね、こちらの方のアプリケーションが Mac の場合は回答されると思いますので、アプリを立ち上げますと、はい、このような形で Scratch is loading というふうに出てきまして、スクラッチの画面が立ち上がるんですけども、この状態だとですね、テロの操作コマンドはこの画面上には現れませんので、左下の拡張機能を追加というところをクリックしていただきたいと思います。そうするとですね、左上のところにテロというふうに書かれてありますね。テロ with スクラッチ 3.0 というふうに書かれてますので、こちらの拡張機能を選んでいきます。そうするとこのようにですね、テロの動作一覧がずらずらずらっと出てきますので、こちらの方をですね、使ってテロを動かしていくという形になります。はい、ここまで非常に簡単にですね、テロのコマンドをスクラッチ上で入力することができるような形になりましたので、ここからはあとはですね、コマンドを紹介したり、テロとのつなぎ方ですね、そういったところをご紹介していきたいと思います。テロのコマンドは非常にシンプルでして、離陸する、着陸する、それから上に何センチ上がる、下に何センチ下がる、左に何センチ動く、右に何センチ動く、前に何センチ進む、後ろに何センチ下がる、それから何度左に回るという形で、それぞれ数値をですね、ここに入力してあげて、あとはですね、コマンドですね、イベント、例えば緑のフラッグが押された時とか、スペースキーが押された時とか、ここのイベントと組み合わせることによってこのテロを自由に制御することができますし、あとはですね、1秒待つとか何回繰り返すとか、まあそういったところもですね、活用することができます。じゃあですね、ちょっとテロのコマンドに戻ってですね、で実際にテロとのつなぎ方というところもですね、少し説明していきたいと思います。はい、でテロとつなげる場合はですね、テロをまず起動していただいて、オレンジ色のランプが点滅している状態でネットワークを選択してあげます。
で、ネットワークはですね、テロ、その後は、ランダムな英数字が書いてありますので、そちらのネットワークにつないでいただくという形になります。で、このテロとネットワークにつないだ状態で、ここからですね、実際に先ほどのスクラッチを立ち上げて、で、テロと通信していきたいと思います。でですね、こちらのスクラッチでテロを操作するときに、つなぐ順番というのをですね、きっちり守らないと、テロが動きませんのでご注意ください。で、まずこのスクラッチをちょっと一旦閉じたいと思うんですけども、閉じてですね、テロのですね、ネットワークですね、こちらの方に繋いでいただいた上で、スクラッチ3テロですね、こちらのアプリを立ち上げるようにしてください。そうしないとですね、テロとパソコンの方が繋がりませんのでご注意ください。で、この状態でテロの拡張機能ですね、こちらの方を選んでいただくとテロと接続させることができますので、順番としてはまずはパソコンを立ち上げていただいて、テロのネットワークに接続。で、それからアプリを立ち上げてテロと接続するといった形になります。テロと接続されるとですね、テロのランプがこのように緑色に点滅するようになりますので、パソコンと機体が接続された状態ということが確認できますので、緑色の点滅になっているかどうか、こちらの方を必ず確認してください。緑の点滅が確認できないという場合は、もう一度最初からですね、手順をやり直してください。テロの電源を落としていただいて、テロの電源を入れてから、パソコンの Wi-Fi でテロに接続してください。それからスクラッチのアプリを立ち上げてテロの拡張機能を選ぶとテロとパソコンがつなぐようになりますので、こちらの方は必ず順番を守るようにしてください。実際にスクラッチの方で簡単なプログラムを組んで飛行させてみたいと思います。まずですね、離陸着陸は、必ずちょっとしようかなと思いますけども、離陸着陸ですね。で、この間に、いろんなコマンドを挟んでいきたいと思うんですけども、もうちょっと単純にですね、前と後ろに下がる、コマンドを入れてみます。前に50センチ進む、後ろに50センチ下がる、そして着陸するというですね、組み合わせでいきたいと思います。これを、発動するキーとなるものがいるんですけども、イベントのところのですね、コマンドを入れていただければよろしいかなと思います。今回はですね、このスペースキーが押された時をいきたいと思います。で、スペースキーが押された時に離陸して、前に50センチ進んで、後ろに50センチ下がって、さらに着陸するといったコマンドになっています。じゃあこれをですね、実際に動かしていってみたいと思います。はい、でこれでもう今テロとですね、スクラッチつなげた状態になってますけども、これでスペースキーを押します。はい、そうすると離陸をしまして、前に50センチ進み、後ろに50センチ進み、はい、そして着陸しました。ちょっとですね、台の上からは外れてしまいましたけども、着陸をしました。はい、こういった形でですね、何も間に入れなければこのような形で次々にコマンドが進んでいきますので、何秒か待たせたい場合はこの制御の中にですね、何秒待つというのがありますので、何秒待つを間に入れていってみましょう。はい、前に50センチの前に1秒、はい、そして後ろに50センチ1秒、そして着陸するという形にしてみます。じゃあちょっと5秒待つに変えてみましょう。はい、じゃあ5秒待つにしてスペースキーを押してみます。はい、スペースキーを押します。離陸しまして、ここで5秒待つというのが入ります。前に行って5秒待って、後ろに行って5秒待って、して着陸ですね。はい、ということで、きっちりですね、動いてますね。で、もし、何秒待つというのがうまくいかなければ、ブロックとですね、一回ブロックを切り離して、もう一度接続してあげると、認識が再度されるようですので、ここちょっと試してみてください。こうするとですね、きっちり5秒待って、次の行動に移るということができます。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、スクラッチを使ってテロをコントロールするということでですね、プログラミングを取り上げてみました。で、小学生の皆さん結構このスクラッチ使ってですね、様々な体験をされていらっしゃる方がですね多いようでして、お子様がいらっしゃる方とかですね、このテロを購入していただいて、でスクラッチをインストールしていただければ、こういった形で今ですねテロを操作することができますので、ぜひチャレンジしてみてください。今回こういった形で私が簡単なプログラムを組んで飛ばしてみるということをやってみましたけども、次回はですね、ちょっと私の子供にですね実際にドローンを飛行させて、で、コースをですね飛ばしてみると、自分で思い描いたようなコースを飛行できるかどうかというところとですね、自分で、最初に考えた飛行経路を動かすことができるかどうかというのを、教えたところを、ご紹介していこうかなともちょっと思ってますので、そちらの方もぜひお楽しみにされてください。はい、ということで今回はドローン親父がこのスクラッチでテロを飛ばすというところをご紹介させていただきました。また次回の動画でお会いしたいと思います。それでは失礼いたします。